今、一宮町瀬野を流れる宮川の上流に来ています。夏休み直前ということで、今日は阿蘇市内の水で遊べるスポットをご紹介します。宮川は熊本市内を流れる白川の源流の一つ。古代の里キャンプ場から木立の中を歩いて下ると、清流に触れられる場所があります。ヤマメの解禁時期には渓流釣りも楽しめる地元では有名な川です。あ、冷たい。さらに上流には外輪山から湧き出る岩清水で有名な手野の名水もあり、年間を通してたくさんの人が訪れています。宮川と合流する鹿付川は阿蘇市の中で最も川幅が広く、流れも緩やかな場所です。ここでは地元のアウトドアショップによるカヌー体験なども行われていて、子どもから大人まで一緒に遊べるエリアです。潜水鏡の見どころは春のツツジだけではありません。隠れた谷合にこんな沢が存在しています。あ、ここ冷たい。ここは昔阿蘇山が噴火した際に流れ出た溶岩によってできた渓谷です。大きな一枚岩が続く沢を登っていくと、途中いくつも滝があり、秘境探検のようでワクワクします。はい、ここは阿蘇市を流れる高知川です。ここには天然記念物の山椒魚も生息しています。阿蘇市湯の浦を流れる高知川は、6月にはホタルも見られる穴場のスポット。最近ではさまざまな環境団体のプロジェクトの一環として、子どもたちと一緒に水環境を調査したり清流遊びをしたりとにぎわいを見せている、とてもきれいな川です。今回は阿蘇市内を流れる川をご紹介しました。雨が降った翌日など増水しますので、安全には十分気をつけて遊んでください。